立憲民主党菅直と国会で中国をべた褒め。本日立憲民主党の菅さんが国会にて次のような発言をしてしまいました。毎日新聞が中国再エネ急拡大という記事を出した。なんと1年で原発120基分を再エネで整備していく。中国は現実に走っている。それに対して日本は太陽光は伸びているが、 風力は期待したほど伸びていないとなっておりまして。まず中国においては日本のおよそ8倍原発によって電力が作られており、また今後も中国は大量の原発を建設する予定です。またこういった日本において風力発電が導入されない問題については、 日本にそういった風力発電に適した場所がないことと、また立憲民主党にも原因がございます。民主党政権において、福島沖に洋上風力発電が設置されましたが、まあ、こちら先日、日本政府が使い物にならないと判断し、撤退を決定いたしました。さらにこういった再生可能エネルギーは、 自然環境に大きな影響を受け安定的な発電はできませんので結局は再エネで発電する電力と同じだけの電力を原子力や火力揚水発電などで発電できるように確保する必要がございますが現状日本においては菅直人さんご自身が全ての原発の発電を 停止させた影響で今も大半の原発が動いておらず、こういった電力のバランスが崩れてしまい、電力不足が叫ばれてしまっております。そういった中で、立憲民主党には、菅直人さんには、まずは、 再エネ動向以前に日本において必要な電力を安く安全に確保するためには何が必要なのか。民主党政権において導入された大量に導入された太陽光発電。こちらも現実としては 太陽光発電に適した誰も使ってないような余っている土地がなく森を切り開いて発電設備が設置されることによって環境破壊が引き起こされたりさまざまな災害に脆弱で太陽光発電が災害の原因となったり非常に大きな問題となりつつあります。 菅ンナさんにはこういった再生可能エネルギーや日本の電力について何らかの主張を行われるのであればぜひともご自身が混乱させた今も混乱が続いている日本の電力事情について現実的な提案を行っていただくよう お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。